改めて MC ネームと出身をお願いします。出身は長野県で、阿弥陀です。はい、今回長野代表やんな。そうです。はい、本戦は何回目ですか？初めてです。本戦初めて、初の本戦どうでしたか UMB？ そうっす、なんか思ったより緊張しなかったっす、うん、思ったより緊張しなかった、はい、なんか他の大会とは違うみたいな感じでね、なんか言われてたりもするんだけど、うん、そうっす、なんか他のあんま MC バトル自体あんまり、うん、そこまでちゃんとしっかり出てるわけじゃないんで。なるほど。違いがちょっとあるかもしれないですけど。今年はちなみにじゃ あの UMB 以外には出てないです。出てない、はい、あ、なるほど、これ1本。そうっす。じゃあバトルの他はいつもライブばっかり？ライブが多いっす。ライブはいつも1人ですか？1人です。1人、はい、1MC、1DJ。 そうです。なるほど、いいね、ストイックだね。ありがとうございます。もう阿弥陀名義で。そうです。 1MC、1DJ で、はい、いいですね。ほんで普段ライブ活動ばっかりしてるけど、はい、なぜ UMB に出ようと思ったんですか？そうっすね、なんかもともとフリースタイルとかからラップ始めたんで、うん、まあなんか今の現代の会を毎年知るいいバロメーターになるかなと思ってて、毎年自分がどの辺にいるのか。そうっすね。そしたら地元で一番になっちゃって。なっちゃったっすね。なるほど。全国的に見たらどうでしたか？いやー、なんか基準がどこにあるんだろうっていうのは感じましたけど、うん、そのかっこいい、相手ベテランやったしな。そうっすね、うん、かっこいいやつを決めるのか、うん、うまいやつを決めるのかっていうのはちょっといまいちはっきりしなかったなと思う。なんかね、どっちかってわけでもないねんけど、そのみんなが応援したくなるやつ、うん、ここの会場の人らがほんまの客判定するからさ、はいはい、だからここの会場のやつらがいいと思ったやつ、はい、うん、だからすごいバランスが大事というか、うん、なんかどれかに偏っててもいいと思う、突き抜けてたら、はいはい、うん、だからそのどっちを応援するみたいな、なんかバイブスだけのやつなんか、スキルだけのやつなんか、はたまたこうな面白い見た目がなんかこう憎めないやつなのか、なんかその応援したくなる、うん、何かがないとやっぱりその優勝っていうのはね、難しいよね。そうっす、うん、だからそれがじゃあ見た目の話とかさ、はい、タトゥー入れる髪型服装とかそんなんじゃなくて、やっぱラッパーってその前にこう音源とかリリースしとけば、はい、自分のイメージっていうのがついてくるわけや、はい、だから、うん、そういう面でこうアドバンテージが、サムやってるな確か、はい、はもうないっぱい作品も出てて、そのイメージがついてるからさ。そうっす、うん、だから一個一個何言っても盛り上がるやろ彼、はいはい、だから、うん、でこっちが同じこと言ってもさ、うん、そうっすね、でなるにはやっぱその同じぐらい音源を出す、そのはたまたその一曲でもな、はい、1曲でひっくり返せる世界やから。そうっす、うん、だからそこがあったら次は優勝できるんちゃうかなと思います。はい、はい、なんか応援してくれた地元のやつらとかいると思うんで、はい、メッセージお願いしていいですか？メッセージですか、はい、松本で会いましょう。よろしくお願いします。お願いします。ちなみに来年は、あー、はい、そうっすね、あ、もちろん、じゃあ機会だったら出たいと思います。はい、出たいと思いますということで阿弥陀出たいと思います。はい、阿弥陀でした。ピース。